ここからはマンスリーサガンタスです。小部さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。十七試合で争うリーグ戦のファーストステージも折り返しを過ぎましたね。はい。上位争いがさらに白熱してきました。ファーストステージは四月終了時点で四勝一分け三敗の勝ち点十三で六位につけました。まずは四月の戦いぶりを振り返ってください。はい。 4月は鹿島アントラーズ戦を皮切りに、ディーグ戦5試合と山崎ナビスコカップ2試合が行われました。鹿島戦はミッドフィールダー谷口博之選手のゴールで先制しながらも、後半守備陣が崩れてしまい3点を奪われて逆転負けを喫しました。ディーグ戦2連敗で迎えたホームのモンテディオ山形戦は終了間際にフォワード 豊田洋平選手が決勝ゴールを決めて1対0で勝利しました。続く敵地でのバンフォーレ甲府戦は豊田選手の2得点とミッドフィールダー水沼浩太選手の今シーズン初得点で3対0と快勝しました。豊田選手の活躍が目立ちますね。そうですね。柏レイソル戦でも1点を追う終盤に豊田選手はゴールを決めました。 しかし、勝ち越すことができずに、同点で試合を終えました。そして、ゴールデンウィーク連戦の初戦となった29日の湘南ベルマーレ戦は、後半に立て続けに失点をしてしまい、2対4で敗れてしまいました。リーグ戦は2勝1分け2敗と、少し物足りない結果になりましたね。はい。ナビスコカップも、アルビレックス新潟と FC 東京に敗れ、 クラブ初の決勝トーナメント進出が厳しくなりました四月はチームにとって苦しい一ヶ月となりましたねそんなチーム状況を打破しようと奮闘した豊田選手が四月の月間 MVP に輝きましたねはい、体のキレが増してきている豊田選手は山形戦を皮切りにディーグ戦四試合連続ゴールを決めて四月だけで五得点を上げました 攻撃陣を活性化させる豊田選手に全体の8割近い投票が集まりました。豊田選手は MVP に選ばれると思っていなかったので誕生月でもあるし嬉しいと喜び、得点よりももちろんチームの勝利が大切、チームのみんながつないでくれたボールを最後のところでしっかり決めることが自分の役割、引き続きいい姿を見せられるように、 トスらしさ、トヨらしさを出して恩返ししていきたいと話していました。トヨ選手のゴールで勝利に導く姿をたくさん見たいですね。そうですね。最後に5月の見どころを教えてください。はい。5月は、ビッセル神戸戦から、リーグ戦が6試合、ナビスコカップ2試合と過密日程を戦います。2日のビッセル神戸戦は、前半4分に、 豊田陽平選手がクラブ新記録となる5試合連続ゴールで先制しましたが後半32分に追いつかれてしまい1対1の引き分けに終わりました続く6日の清水エスパルス戦は2度のリードを許す展開となりましたが前半43分に豊田洋平選手が後半25分に水沼康太選手がそれぞれゴールを決め 2対2の引き分けに持ち込みました。10日はホームで松本山雅 FC との対戦です。ナビスコカップで勝利を収めているだけに、リーグ戦でも白星をもぎ取りたいものです。16日には敵地で名古屋グランパスと激突します。日本代表のフォワード、長井健介選手、川又健吾選手ら攻撃陣に力があるだけに、ゴールキーパー、 林明弘選手を中心とした粘り強い守りがポイントになりそうです。23日はアウェーで川崎フロンターレ戦、30日にはベストアメニティスタジアムで浦和レッズ戦と上位陣との対戦が待ち構えています。ナビスコカップも厳しい状況ではありますが、20日のサンフレッチェ広島、27日の ヴァンフォーレ甲府に連勝して決勝トーナメント進出に望みをつなぎたいですね5月はリーグ戦ナビスコカップともに正念場となりそうですねはいここでどれだけ多くの勝ち点を積み上げ切れるかがファーストステージの順位を大きく左右しそうです上位陣に食らいつくためにも最後まで諦めない姿を期待しましょう小部さんありがとうございましたありがとうございました